1982年式、シルバースピリット1979年式、シルバーシャドー2ロールスロイスモーターズは1973年に、イギリスで、RB211 エンジンの開発に難航して、破産したロールスロイスリミテッドの自動車部門を、引き継いで設立された自動車製造会社である。1906年3月に設立された、ロールスロイス社は、 航空機用エンジンや乗用自動車の製造を行うイギリスのメーカーであった。1931年には同じイギリスのスポーツカーメーカーであるベントレーを買収するなど規模を拡大し、特に乗用車製造においては高級車の代名詞となった。しかし、1960年代になると乗用車製造における技術革新の遅れ、さらには新たに開発。 発売した航空機用ジェットエンジン RB211 の開発難航による損失の拡大などのために経営が悪化した。そのまま1971年4月に経営破綻、イギリス政府によって国有化された。1973年、国有会社となっていたロールスロイス社の内自動車部門のみが分離され、イギリスの製造会社ビッカースに譲渡された。 この再びミニ A 化された自動車部門は、ロールスロイスモーターズと命名され、ロールスロイス車の製造、販売を継続することとなった。1998年、ビッカーズは、ロールスロイスモーターズの売却を計画、最高額を提示したフォルクスワーゲンが、その買収に成功した。しかしながら、この際、ロールスロイスのブランド名や、ロゴタイプなどは BMW に、 譲渡されるという、ねじれが生じている。その後、フォルクスワーゲンと BMW の協議の結果、2003年1月からは、ロールスロイスの製造販売は BMW が、ベントレーの製造販売はフォルクスワーゲンが、行うこととなった。BMW は、同年、ロールスロイスモーターカーズという自動車会社を設立、社屋や工場を新築し、独自に開発した。 ロールスロイスの製造販売を開始した。一方、国有企業として残存したロールスロイスでは、航空企業エンジンや船舶の製造などが行われていたが、1988年に再度民営化され、新生ロールスロイスとして現在に至っている。国有化後の1973年、自動車部門は分離、民営化されることが決定した。売却先は、 当時同国の大手メーカーであったビッカースであり、社名はロールスロイスモーターズとされた。1975年にはピニンファリーナによるデザインを持つにドアクーペのカマルグが登場した。1980年にはシルバーシャドウを継ぐ新モデルとして空力を意識したデザインに車高自動調整機能付きの後輪独立サスペンションや角型ヘッドライトを備えた。 シルバースピリットとそのホイールベース延長型、シルバースパー、ベントレーでは、ミュルザンヌが登場した。1992年、近代化と新型エンジンの開発コスト削減のため、ロールスロイスモーターズは、ドイツの自動車会社 BMW と提携した。その後、デビューから20年近くが経過主球退化していた、乗用車、シルバースピリットの、 後継モデルとして1998年3月に発表されたシルバーセラフには BMW 製の V 型12気筒エンジンが搭載されることになった。同年、親会社であるビッカーズはロールスロイスモーターズの売却を決定した。売却先は提携関係にあった BMW が有力であったものの、 買収に成功したのは最高額を提示したドイツのフォルクスワーゲンであった。その後フォルクスワーゲンは BMW からエンジン供給を受けることによってロールスロイスの従来モデルを2002年末まで製造、販売した。2003年1月、BMW、フォルクスワーゲン両社間の契約に基づきロールスロイスのブランドを冠した乗用車は BMW が製造。 販売し、フォルクスワーゲンは、ベントレーのみを製造、販売継続することとなった。ロールスロイスブランドの乗用車を生産、販売する権利を得た BMW は、同年、新会社、ロールスロイスモーターカーズを、イギリス南部のウェストサセックス州グッドウッドに設立し、現在まで同ブランドの乗用車を製造、販売している。ありがとうございます。